久保さんなんかね、テスラがタイに市場、タイ市場に本格参入したらしいですよ。はい、テスラ、テスラモーターね。テスラモーターがタイ市場に参入にしておきましょうか。まあ、今後ね、やっぱね、電気自動車の波っていうのが本当に激しくなってくるんじゃないかなと思いますし、要は新車で作るものが、まあ、特に海外なんかはもう EV 化がどんどん、日本はまあ、なんだろうな、日本の 産業ってやっぱりトヨタを中心に、まあ、トヨタを中心にというか、トヨタはまあ一挙党なんですけども、やっぱその海外にこうで勝負できる製品としては、今、多分そんなないと思うんですよね、数えるぐらいで、昔はね、なん,かそのななんとかの支柱の中にあの、日本の企業が、ね、トップ 20, 20社ぐらい、30社ぐらい入ってたのが、昔はね。 だけど、今ってもう、1、2車、3車とかですよね、多分海外と張ってるのが。で、日本のものづくりの,そのエンジン、ね、トヨタは水素エンジンを押してますけども、まあ、水素エンジンも全部やってるけども、やっぱその EV になっちゃうと、日本の,その今まで作り上げてきたあれっていうのが、なんかもう、そもそも考え方が違うわけじゃないですか、EV とであのエンジンの、モーターですから、こっちね。 だからそうなってきちゃうと日本どうするみたいな10年後20年後もうある国だったらもうなんだガソリン車作,作っちゃだめみたいな国もありますから日本どうなっちゃうんだろうなっていう話ですねうんだから今後やっぱこの,多分この10年で多分その EV っていうのはさらに加速していくんじゃないかなっていうのは思いますよねただ日本は 遅れますけどねもちろん日本は遅れるんだけども、まあ、電子マネーとかもそうですよね日本すげえ遅れましたけどもうんそうただまああのなんだあの僕たちはね電気自動車作れないしガソリン車作れないけども情報発信はできるんで <laughs> これね ANN で3時間前になんかアップロードされてますね、はいまあ、トレンド系ですねキーワード的には。 行ってらっしゃい。